ハローハロー、まゆともチャンネルのさくらこです。いや、まだこの表紙もじっくり目が合わせられてないというか、そういう状態であるにもかかわらず、ずつさんのダイアリーを送られてきて、LA にいることは分かってるってで、詳しいことは何も言えないだら言うね。まあだけどポロッと出ましたね。具体的なことは何一つ言えないのですが、日々アメイジングな体験をしながら、風はスタジオにこもっていますということですから、やっぱりなんか作ってるっていうことですよね。ただ歌舞伎揚げ持って挨拶に行ったのではなかったと、ヒントをね、うん、まあもう本当におとなしく発表されるのを待つしかないし、待ちますけれども、まあそれにしても私たちの牛は地球上のどこへ行っても、何をしてても、そしてどこで何をしてるのかわからなくても、まあよく馴染んでおられる、しっくりね、どこ行ってもしっくりさせてもろとんでって、まあ、それはそういう人間力があるからでしょうし、けれど、まあ、本当にどんな景色もよく似合い、しかしこの写真のこのパンツがあまりにも汚く見えるのは私だけ？これデザイン？なんかの汚い手でポケットに手突っ込んだような、そんな風に見えちゃったりもする。本当によく似合ってます、空気感もね。まあ、武者修行1と2でも全然風くんのいる場所が違う。もうこの地球の音楽業界上の風くんのいる場所が違う。この2年半の間にもうものすごい勢いで駆け上がっていった。だって武者修行1の時は言うたってね、まだ音源も出ていない、知る一つ知る風くんだった。でもこいつはいけるって信じてるずっとさん、まずは世界を見せようということでニューヨークへ連れてきたね。ね、でもその時にその現地の人にどう受け入れられるのかな、通用するのかなっていうのは、その いわゆる一般の人だったと思うんですよね。触れることができる、武者修行中に触れることができる一般の人。でも今回は話が違う。もうデビューをしてすでにものすごい実績を積んで、それも日本国内だけの話ではなくてね、世界で一番セカンドアルバムにしたってね、売れてるアルバムの第4位に入ったりとか、ボード紙のにその英語の記事でそのチームの功績が称えてあったりとか、風くんのキラリリミックスのことをね、記事を作ってあったりとか、もうそういう立場にあるわけですよね。いる場所が全然違うということは、そんな中で出会う人たちも違うということですよね。もう本当にその一流の音楽業界のプロの人たちとね、なんかその英語のズズさんの書きようでは He's making friends って、なんか友達をまた作ってねみたいな言い方にしてあるけれども、まあ、それは友達ですけど、でもその内容が違うもんね。その辺歩いてる人じゃないですもんね。だからもうその今回ズズさんが英語でもう書いておられる。でおそらくこれ今回が初めてだったんじゃないかなと思うんですけどね。でもチームも本当にすごいよね。このアプリ、1年前には私このアプリがね、藤井風さんファンになるんだったらまずアプリを入れてね言われたけど、ニューヨークで入れることができなかったんですよね。でたった1年でもうそれも海外の人もアプリを入れれるようになったりね。ツアーの最終日を配信で海外にいても見ることができるようにしてくれたりとか、もうすごく着実に風くん自身 のミュージシャンとしての進化もすごいけど、その風くんと世界というその距離感の縮め方という意味では、もうチームのその進化の仕方っていうのも日進月歩ですごい。でまたそれに加えて、まあ、本当に短い文章ではあるけれども、なんかついにこの風民の大好物ズツダイアリー英語でも書かれていた。英語でしか風くんの動きを追えないっていう人たちも楽しむことができるようにね、4月14日からなったわけですね。なんかそこにさあいよいよ本当に、まあ分かってるけど、こう新しいステージに、次の濃い大きなステージに風くんが出ていく、また近くなる世界っていうね、世界中のファン、そこへ向けての英語でのズッズさんの配信っていうのはすごいね、大きな意味
あのファンにとって嬉しいっていうのもあるけれども、なんかやっぱりね、チームの一歩一歩着実に進んでいる、また大きな決意と覚悟みたいなものをね、感じたりしました。さあ、日本でこれを今日聞いてくださっている方は、いよいよ今日今夜寝て、明日起きたらムジカが変えるわけですね、読めるわけですね。いいね。そして合否発表、うわもう大変大変大変、まあ、私はあのムジカは送っていただくことになってるんですけど、内容はすぐ読めないからね。またあの日本にいてもちょっと送られてくる時間かかる方もいらっしゃるから、ちょっとしばらくしてから届いて読んで、あの咀嚼はできんけど、あのああどうしよういうまま、また生配信などで皆さんとお話もしたいと思っています。じゃあのチケット申し込んだ方ね、もう絶対に大丈夫に違いないけれど、あかん場合もそれあるで、あの一応そのあかん時には自分はどうするのかなというのだけちょっと5分ぐらい考えて、それ決めて、よし一応最悪これをすると。私はあの祭りの中のあの風くんがあの障子の前で踊り狂ってるやつのあの四股踏んでるでしょ、あの四股踏みで、あのあかん場合は悔しさを表現し、あのその笑けてくるまでそれをやり、そして、まあ、自分の気持ちをなんとかね、あの処理できたら当たった方におめでとうございますという点、心から言える私になりたいしね、もし当たったら当たったでどうしようかいないよね。まあそんなこんなもありますが、また近いうちに生配信させていただきたいと思います。今日はズズダイアリー英語配信記念日とか撮っちゃいました。それではまたね。